はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回もですね、呪術廻戦のオルカ様のアップデートのね、紹介になります。オルカ様がかなりね、一気にアップデートしてくださったおかげでね、かなりちょっと紹介することがあるんですけど、今回は、はい、多分昨日の動画かな、4回撮影し直したっていうあの動画があるんですけど、ゲトースグルの領域展開っていう動画があるんですけど、はい、そちらのところでチラッと実は見えちゃって、まあ、コメントでもちょっと言われてたんですけど、はい、こちら賢者ですね。はい、なんと賢者が追加されました。俺、賢者が追加されたってことはさ、今後まだないか、あーないかさ、あ違うか、びっくりした、ガルダか、これ獄門鏡近々出るんじゃないのかなーとか思っちゃうんだよね、賢者出すってことはね。なんでわかんだよって言って脳パカって開かないから、それがチーカーみたいな。とりあえずちょっと賢者見てみよう。はい、こちらですね。まあ賢者、まあ言うてもちろんね、見た目はゲトースグルとまあ同じというかね、全く一緒ですね。でも頭にまあもちろんここがね、ちゃんとバシって切ったらパカってやったら、この中に賢者がまあいるっていう形なんだけど、これゲトーとどれぐらい違うんだろう。ちょっと待って、一回まだ戦わしたくないから多分戦わないと思うんだけどね。あーでも体力は一緒だ、防御力も一緒、あ一緒だね。これな、今後多分賢者用のなんかその能力っていうかね、獄門鏡とかさとかはなんかありそうな気がする。それか五条悟にはなんかめちゃんこ強いとか、ちょっと一回戦わしてみます。ゲトーと賢者がまず能力が一緒なのか、そこら辺もちょっと見てみたいからね。まだもしかしたら柄だけかもしれないからさ。あー戦うのね、オッケーオッケー、柄だけの可能性があるので、さあこちらが賢者だね、こちらが賢者、こっちがゲトーすぐるとで、ユーンはやっぱりどうだ、ユーンは、あーやっぱりユーンは賢者か、そうか、あじゃあここでまず違いがあるね、原作通り。この賢者はユーンをまず持たないと。はい、違うか、倒れたの、あ違う、びっくりした。いや、まだすごい、すごい戦いが行われているけど、なんかどっちがどっちの、わかんない、呪霊かわかんない感じになってるが、さあ、今のところは体力が、こっちがゲトですね。こっちがゲトが、体力がどうだ、まだわかんない。273。で、賢者が、え待って、めちゃんこ賢者の方が強いか、これ。今まだ体力一回も食らってなかったね。どうだ、賢者、ええどっちだ、ええいや、ええどっちだ、えこっちがゲトウスグルって書いてあって、あっちが特急呪術師ゲトウスグル、あれちょっと待って、賢者か、もしかしてこれさ、あこれ能力か、賢者の近くにゲトウを出すとそのゲトウになっちゃうみたいな、そんな感じじゃないこれ、まさか、ほら名前わかりづらいみたいな、あこっち賢者だ、あれさっき賢者って書いてあったっけ、ちょっと待って、ちょっと待って、後で出すわこれ賢者、あれさっき、あれ名前賢者じゃなかったっけ、あー違うか、最初からこれだったかもしれん、ごめん、だったら申し訳ない、多分そうだな、さっき最初からそうだったわ。スポイクの名前だけが賢者だったか、いやでもこれ見てる限りおそらく賢者の方が強そうだね。うん、多分防御力はまあ6って書いてあるけど、もちろんそのついてる防御力なだけだから、初期もともとのステータスは、うわーでもこれ逆転した、渦巻きで逆転したけど、賢者は撃つか、賢者って渦巻き撃つ、渦巻き撃たんよね多分、おそらく撃たないと思うんだけど、あでもどうなんだろう、わからんな。でもあなんだ、領域展開、賢者の領域展開、もちろん賢者も領域展開撃ちます。さあここでやられてしまいましたと、これ賢者だね。いやーでもまあまあほぼ互角でも、多分ステータス的にはおそらく賢者の方が強い気がする。渦巻きで一気になんか200ぐらい体力削ったから、今結構いい戦いになったけど、あ名前もごめん最初からだったね。でも多分それまでダブルスコアぐらい体力違ってたから、おそらく賢者の方が強いんじゃないかな。ちなみに領域展開はどちらもやりますね。そのゲトウスグルだろうが賢者だろうがどっちも使うんだけど、ああちょっとこれさ、五条先生だとどうなる、いやさすがに何もないと思うんだけど、一応やってみよう。これさあどうだ、さすがになんか獄門鏡アイテムにないから獄門鏡打ったりはできないんだろうけど、さあ五条先生もかなり強くなってるからね、いろいろアップデート入って、まあダメージ与えられ、あでもあれか、領域展開、
領域展開打つことによって、あ、でも領域ダメか、無料勲章であれか、相殺されるか、これ。でもちょっと一応やってみよう。ダメージはおそらく入んないんだけど、でも今後、なんかその、獄門鏡が手に入ったら、その、なん、なんかさ、1分以内にゲトを倒せなかったら、あ、来た！さあ、どっちだ？さあ、どっちが勝つ？いやー、これは、いやー、無料勲章だな、これは。これは全然、あ、でも、いや、ちょっとずつ、ちょっとずつ。あ、上書きできるか？どうだ？できた！あ、上書きしたぞ。上書きしたということは、これダメージ入んじゃん。入った入った！さあ、五条悟に、賢者が、かかりに、行くー！さあ、行ってます。さあ、そして賢者は、これ賢者強いね。こうやってさ、呪霊たちに戦わして、自分は安全圏で、ここの周辺にいさせればダメージが入るから、で、五条先生は、その、呪霊をちゃんと倒していかないといけないと。あー！ここで無料勲章もう一回重ねかけてきた！しかし、これはどうなんだ？無料勲章入っちゃったねー。なるほど。いや、でも、まあでも、これ反転術式で回復してたけど、結構ダメージ与えたんじゃないかな。これ、反転術式オフにしてたら相当ダメージ入ってたと思うよ。うん。いや、賢者強いわ。強なってる。これ、間違いなく。てか、領域展開が出た時点でまず強いんだよね。あ、ちなみに領域展開は、オリジナル要素でございますので、実際にはね、ないので、よろしくお願いします。はい。あ、そっか、はかり金次もいるんだ。これまだウィップって書いてあるんで、能力はないと思うんだけど、うわ、これの領域展開どんな感じなんだろう。めっちゃ楽しみだな。さ、前、ヒグルマがさ、ライチュウさんの、その動画で出てたじゃん。面白い感じになんか裁判が行われて、まあ黙秘とかあって、それでまあ殺人罪ので有罪になったら、そのまあ一撃でどんな敵も一撃で倒す剣をゲットするみたいな、そういうなんか面白要素の領域展開になるのか、そこら辺ちょっと楽しそうだね。いや結構面白い。ごめんね。うん、面白そう。領域展開かなり面白い領域だから。で、今後どうだろう、墓場とかのも、なんかね、かなりバージョン 1.20.1 になってから、なんかできることが、まあ増えたってオルカ様もおっしゃってたので、まあ、相当ちょっと面白い感じに なんかなってくるんじゃないかな。あ、そうそう。あと、じゃあ紹介していこうか。今回のアップデートの追加要素ですね。はい。追加要素として、ちょっと紹介していきたいのが、あとこれ、キラーとかかな。はい。と、あと、トイレの花子さんも確かいた気がするんだけど、花子さんは、どこだろう？花子さん。あった。これ。トイレの花子さん。これが多分新キャラたちなんですけど、このトイレの花子さんは、これで、ついてくるんですよ。ついてきて、ほら！こういう感じになってくるの。キラーになる。これがキラーですね。さっきチラッと。これ、キラーなんだけど、これ、壁にいても、ついてくるっていう。あ、やばい、死んで、あー。その、建物。があるとしてもスーって壁をすり抜けてくるんでめちゃんこ怖いです。はい。だからちょっと縦もなんかちょっとやってみるか、せっかくだから。これとまあ、キラーでいいかな。まあ花子さんにしとくか、一応せっかくだからちょっと花子さんにしとくんだけど、トイレの花子さん先ちょっとテケテケ見せるか。テケテケこれですね。テケテケ、まあ、テケテケはまあ胴体がなくてトコトコトコって歩いてくる感じ。はい。こうやって走って追いかけてくるみたいな感じだね。ああいう感じやから、ああいう感じに俺がずっとついてくるみたいな呪霊。結構これもね怖いんだよ。昔ねオルカ様がね動画でなんかそのホラー系の動画投稿してたんだけど、それの多分キャラクターたちだとは思う。こんな感じで壁を作って、でこの奥に花子さんを置いて、で、まあ、一応ちょっと何個も立てれるようにちょっと奥のこれこうしとくか。でここでキラーになったら、こい、あ、こい、あ、こい、あ、かかってくるんだ。ほら、あ、来たで、行ったほらこういう感じで壁をスルルリーン抜けてくる。はい、というわけで、ゴーンゴーン